動きすんじゃねえぞ。それは君次第だな。無事に家に帰りたいのならじっとしているといい。東方丈介、どうしてかな。嫌な予感がしてならない。受けて立つっすよ。キラ、あの医者に、キラ・ホリーに他にも子供がいたのか。う？何者だ。私のキラークイーンは触れたもの何でも爆弾に変えられる。キラークイーン、キラヨシカネなのか。いや、そんなはずは。これは試練。君は厄災を乗り越えるつもりでいるのかね。おや、あの、失礼ですけど、ギャング組織の人？そのまま帰った方が。旅をしているのかね。帰宅直前が最も事故に遭いやすい。気をつけなさい。僕はまだマイナスなんだ。ゼロに向かっていきたい。直感だけど、君は僕にとって脅威になるのかもしれない。そんな気がするよ。僕はまだマイナスなんだ。ゼロに向かっていきたい。部をわきまえて私を追跡しなければ何事も起こらないのに。直接叩く。あの、失礼ですけど、ジョウスケさん？何なんだ、お前は。お前はもう、我がバッドカンパニーの包囲網の中にいる。自信があるらしいな。君が何をするつもりなのか、帰宅する前に見てみよう。試してやってみよう、お前の才能をな。試す？いいのかい？それは僕に向かってくることになるんじゃないか。こいつはすげえやばい匂いがプンプンするぜ。鼻は効くようだ。それで危険な匂いを感じた時、君はどうするべきなのかな。逃がさねえぜ。ハイウェイスターはてめえの匂いを記憶したからよ。君のスタンド、僕とはものすごく相性が悪いと思うよ。人は天国に行かなくてはならない。天国ってのは僕らにも利益を与えてくれる場所なのか。下がれ。お前は私にとって
試練のうちにも入らない。試練？ほほう、君は厄災を乗り越えるつもりでいるのかね。見て驚け、我がドイツの医学と科学の結晶。うわ、君のその体、興味深い。機械でできているのかね。かかってこい。挑発、僕に向かわせようとしている。ただうるさいだけのやつじゃないらしい。まずはムーディーブルースで正体を暴く。勘は鋭いらしい。無意味だとは思うがね。ああ、邪魔すんじゃねえ。ぶっ飛ばすぞ。僕に向かってくるつもりならやめておいた方がいい。